はい、エルカチャンネルのしおです。今回の動画なんですけど、まだ自宅待機中なんですよ。それでですね、運動っていう運動もしてなかったので、肉体的にも精神的にもだらけてしまってます。特にお腹お腹がやばい室内でできることをしようかなと思います。ダイソーに腹筋ローラーが売ってあったわけですよ。こちら。あったんですね。まあ、100円じゃないんですけど、300円の商品ですね。普通に売ってあるのだと、だいたい安くても2000円切るぐらいからなので、どうなんだろうとはこれ思うんですけど、まあいいかと思って買ってきました。さあ、中見てみたいと思います。エルカチャンネル。これだけですね。コロコロするのが2つと棒だけですね。組み立て方も特に書いてないので、なんとなく作っていきましょう。完成できたこれでいいんでしょうね。まあまあ動くならいいんじゃないかな。エルカチャンネル。さあ、ではやっていきたいと思います。初心者はなんだろう、この膝をついてから体を伸ばしていった方がいいってことなので、こっちからやりたいと思います。エルカチャンネル。はい、始めますよ。おお、うん、来ますね来るぞこれうん、腕、肩からこの肘、腹筋、背筋も、ああ答えるな。不足の、これはきつい。これ膝ついて今 してるけど、立ってからだったら無理だよ。で、これ何回しなくちゃいけないのかな。今何回したかな、もう分かんなくなった。これ最後にしよう。はい、残念舐めてましたね。きっつい。でも、なんだろう。まあ無理、下手に。腕と腹筋と背筋バッチリきますね。これやってたら少しは変わるかな。とりあえず無理しないように
やっていきます。さあもう、なんか力が入らんぞ、二の腕あたりに。よし、休憩。エルカチャンネル。はい、ということでどうだったでしょうか。なかなか侮れないやつでしたね。毎日どのくらいかわかんないけど、頑張ってコロコロしていきたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。